電車で外国人が古典を勉強していた。昨日の朝、根岸線に乗っていたら、隣に立った白人さんが古典を読んでいた。今昔物語とか、宇治拾遺物語みたいな本ではなくて、いわゆる参考書。これ一冊で基本がわかるっていう帯がついていそうなやつ。純粋に面白い本ではないから、勉強しているんだろうけど、さりげなくアンダーラインとか付箋がつきまくってたし、ちょっと意外な取り合わせで驚きました。日本の古い文化に興味があるのかなとちょっと和みました。置き忘れの電化製品を届けようとするのが当たり前の国。ふと思ったこと、宅配便ってのは他の国ではどれくらいの時間&精度で届くもんかね。関東の田舎なんだが、仕事で夕方に宅配便を出してこいやと頼まれた。外人さんの日本見物ツアーのお客様がポータブルの電化製品をバスの中に置き忘れたそうな。運転手さんが後で見つけて会社に連絡。会社から添乗員に連絡を取ると、京都で2泊するからそのホテルに届けてほしいとのこと。3日後には関空から帰ってしまうそうな。どうするこれ、明日の夕方までに京都に届くのかと上司に聞かれる。もう夕方ですしね、集配所に直接持ってけば間に合うかも。ちょうど退勤ですし寄っていきましょうかと言うと、それで頼むわと荷物をプチプチで包んで、すぐに梱包、着払いの伝票に書き込んで集配所へ。これ明日の夕方までに京都市内まで届きますかと聞くと、あっさり届きますよとのこと。梱包は大丈夫ですねと確認されて終わり。会社に届くそうですよと電話を入れて帰路に。いろいろ考えたのが、日本以外の国で500キロ先に24時間で確実に荷物が届くのか、やっぱりトラックでは深夜便で走っていくのか。高価な品物だが、運転手、内勤、運送屋の間で荷物の横領、紛失はないのか。壊れ物だが壊れないのかとかかな。まだ先方に届かないからこっちも何とも言えんけど、今から届けてくれる運送屋さん、深夜にお疲れ様です。